よーし、じゃあ続きやっていきましょう。ワインの冒険 R ステージ2、砂漠ステージやっていこうと思います。いきます。前回は結構ね、ワインの冒険の初期に比べたら意外と、お、釣り岡さんだ、お、踏めない、あーばばば、なんか意外と簡単だったから、うーんぐっはいはいはい、意外と簡単だったから、まあまあまあ、よしよしよし、うおー、ジェット大輔さん、なんかなんていうのかな、結構楽しい要素とか、うおーがぐっ、何も言わせてもらえん、なんか普通のワインの冒険に比べたら割と、はいはいはい、普通のワインの冒険に比べたら割とそんなに難しくないっていう風に言おうと思ったらね、ちょっと死にまくったんで、もういいです、もう難しいです、これ今日も頑張ります。さてさて、釣り岡さん踏んで、ここが結構へこむよね。で、おー、危ない危ない危ない。で、踏んで、あとちょっと画面タッチしてる音がね、ペタペタ鳴るのはちょっと本当に勘弁してほしいよね。ごめんなさいって感じだよね。そこはちょっと我慢してね。よしよし、で、よしよしよし、危ない危ない。もう一匹出ないよね。大丈夫、オッケーオッケーオッケー。で、多分これを踏んで移動するんだろうね。ほい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 。オッケー。ここね。ここ手前で降りる。で、ここが落とし穴あるから、ここ。なんか出てきたよな。ほい。ほい。出てこない。うわ、絶対右側また落とし穴あるよね。え？シンプルにサボテンがダメなのか。で、ここ越えて、よしよし。で、サボテンを、上のサボテン、普通に下通るのかな？上のサボテンがダメと。あれ？通れない。サボテンがダメってことは、あそこに落ちるのかな？ここ、こう行って、ここ落ちてみるのかな？だってサボテン絶対通り越せないもんね。ジャンプ力的に。ん？落ちるよ、じゃあ。はい。あ？え、どうするんだろう？ちょっと待ってね。わーぐ！で、ここよね。普通に行ってもダメ。上でも当たる。ん？こう言ってもダメやろ？あ、なるほど！ん？あの上乗れるかな？なんか出てきた。あの Y ブロックを使ってどうかするんだ。多分。わかんねえよね、それ。ちょっと待って。でもあれ階段みたいになってないと越しようがないだろうから、ちょっと階段みたいになってないかどうか、なってるかどうか確かめないとね。ここか。ここ違うな。奥だったかな。ここだ。で、これ乗れるのかな。あ、乗れた乗れた。よしよしよし。あ、ぶしゃそんな。ここで、ここもうないよね、さすがに。いけ、よし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 、いいぞいいぞ、まあまあまあ、やるじゃん。おお、近づいたらかな。違うな、普通に自動的に出るやつだ。違うか、近づいたらっぽいの。近づいたら針出す。一定の距離にいたら出すのか。これしゃがめないよね。ただ右側に降りたとして針が飛んでくるからジャンプして避けないといけないよね。いくよ。ほい。で、ほい。うますぎる。あー、おー、ここにあんだ。よし、オッケー。寿司ラーメンリック。うわ、なんか怪しそうな薬品持ってる。普通に踏んでいいのかな？薬品で、あ、やぶっす！ぐっ、くっ。何今の？すごいな。キラーみたいなのがいた。マリオの。いくよ。ほい。ほい。あ、やべ、しくた。よしよし、あばばば。よし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 。で、ほい。ほい。で、キラーが来る。よしよし。よし、で、また針飛ばしてくるよね、あれ。どこに飛ばしてくるんだろう。うわ、危ね。ここはセーフ、ここセーフよね。よしよしよし。よし、いけ。よし、オッケー。寿司ラーメンリック。寿司ラーメンリクさんはあれなんやね。意外と無害なんやね。何もしてこないんだね。よいしょと。で、このね、石投げてきちゃう子を、よし。で、こう。よし。
で、こう。よっ、ほっ。よし、で、これ、大丈夫よね。さっきみたいにならんよね。よし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 。うわ、怖いなぁ、この余白部分、怖っ。よし、何もな、なんか出てきそうやね。ほっ。あ、まじ、あ、もう、疑心暗鬼になって、普通のミスを犯しちゃう。よしよしよし。で、石投げてくる。ほっ、ほっ。よし、で、ここはもう変に疑わずに行く。よし、うぃーくそーくそ、いやーもう、厳しいな、行かせてよ。よし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 。意外と時間かかった。で、ここで、こうで、もうないよね、もうないよね。よし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 。いや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 、よしよしよし。なんだ、うん、なんだ、なんだ、踏め、うん、うわー、なるほどね。踏んだらそこが見えなくなるのか。3って書いてある。どういうことだろう。3、2、1、あ、なるほど。カウントダウンで落ちていくタイプには、下から絶対なんか来る。やっぱり。トミックネット。トミックさん。行くぞ、行くぞ、よしよし。で、なるべくじゃ踏みたくない。うわー。うわー、5秒。うわー、ぐぐ5秒ないじゃん。うわー、くそ。あー、そっか。もう、その、信心をしてる時点でもダメだよね。これはあんまり踏まない方がいいよね、じゃあ。こうやって、無視、あ、うわもう、踏まないとダメなんじゃん。なるほどね。なるほど。踏んで最小限にするんか。なるべく端っこの害がないところがいいな。時間制限。なるほど。くっそー。もう一回これ背負っていくか。ちょっと戒めとして。爆発する前に。よし。順調順調。で、踏む。ここ出す。で、ここで、踏んどく。よしよしよし。で、ここ一瞬。ここ踏んでいく。よしよしよし。うまいうまい。絶対なんかある。うわー、シンプル。うわよしよし。で、ここを越えて。よし。で、オッケー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 。よし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 。いいペース、いいペース。ぎこちゃん。うわ、うわ、なんだ、ぎこちゃん。ちょっと待って、踏む。ほい。で、レオンチャンネル。あ、知ってる知ってる。なんかあの、あれだ。ゲームとかおもちゃとか紹介する人だ。すごい面白いよね。で、なに？これを揃えると？揃える。ほい。ほい。ほい。揃わなかった。何が起こるんだろう。揃わなかったから、もうアウトとかないよね。あ、意外といけるんだ、普通に。ああ、二段構え。これ謎だよな。ほい。マジで当てに行こっか。リンゴ、ああ、ダメだな。え、リンゴあったっけ、今。まあ、踏む。普通に行く。で、これがもう安心の二段構えになってるから、ちょっと待てよ。ほっ、よしよしよし。で、これ反対側にも出すのかな。火出さなそうね。うわー、くそ。くそ、リンリンドールさん。うわー、もう。よしよしよし。で、ほい、上から行った方がいい気がするんだよな。よしよしよし。なんか下絶対なんかある気がするもん。よし、いけた。意外とスムーズに。PDS か！武士機械シャートンだ。飛ぶのに、じゃあじっとしててもダメなのか。難しいね。先にと、どうするか。ジャンプして、一回ジャンプさせて、その後踏むとか？ほい。ほい。で、コイル。あ、なるほどね。なんだろう、時計。時間制限。なるほど。行くぞ行くぞ。ああ。わかった。行くよ。ほい。行け。タイミング。ああ、上の攻撃のタイミングもあるもんな。行くぞ。次こそタイミングよく。行け、出してくれ。ああ。もう一回。上結構出すの不規則やん。よし。ああ、ジャンプできなかった。ごめんなさい。行くぞ。次こそ。おい。ほい、ほい、
ほいほいほい、なんかジャンプ難しいな。ちょっと待ってよ、次こそ、ほい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 、あーくそ。よし、オッケー。で、で、続いて、またある。どうすると先に踏んどいた方がいいよね。よしよしよし。で、おー、なんか、あー、え、間に合うこれ。間に合わなかったよね。絶対これ、どうせ正面から言っても間に合わない系のやつだ。先に謎を、先に謎を解かないとダメだ、多分。よし、とりあえず来た。これを倒す前になんかしないといけないのかな。なんかするのかな。はい、短すぎるもんな。押さずにちょっとなんかしてみようか。あれ、押さずに行ってみる。ダメだな、わからんな。ちょ、あ、あ、あ、なるほど。これをギリギリまでこうやって寄せて寄せていくんだ。そうすれば OK かな。多分間に合うのかな、多分。ギリギリ間に合うと。よしよし、お前、お、うわ、よし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 。